じゃんじゃがじゃーん。はい、絶好調のアラッキーです。すごい山の中に私今ねぽつり入り込んでおりますけども、こちらね佐賀県佐賀市藤町でございますね。ただ佐賀市といってもね、本当にね山の中の中です。でね、私ちょっとぶらりぶらりと、まあこの佐賀のねこの富士市をね散策しておりましたら、見つけましたよ。看板にね、下野郷の大カズラというね、なんだ天然記念物大カズラ、なんかね日本で第2位の大きさがある大カズラがあるという看板標識見つけまして、今ね着いたところでございます。はい、でここにね今ボロ車止めてますけども、すぐその名所まで行けるとね、いうことで座り込んで、こんなとこで私座り込んで撮影してましたねえ、地味ですね大カズラでその大カズラなんですけど、今ねカメラまた上げますよ。はい、車椅子に乗った母ちゃんの姿が、あれちょっとね上まで行きます、ちょっと歩いてね。はい、まずはちょっとねこちらは看板にほら大カズラは、はい、左側にございますということで、ちょっとね左側ちょっと先にぐーっと来ましてね、ここ見てください、天然記念物下郷瀬の大カズラというふうにねこの一石碑にね、はい、明記しております。でね、なんともこの昭和37年5月16日にまして、されたそうです。はい。ということでね、はい、母ちゃん、ほら、登場だ、母ちゃん。登場するなんてしないかやだよ。じゃんじゃがで。そうやな、はい、じゃ言うてこい。じゃんじゃがで。ほら。なかなか言われんね。言われんや。じゃんじゃが、じゃんじゃがじゃんの母ちゃんです。はい。じゃんじゃがじゃんの母ちゃんです。ねえ、いつもいつも私が言わせてるからですね。ということでね、母ちゃんと二人でこちらね、佐賀、富士町をね、まあ、ぶらり散策しておりました。ボロ車に乗ってね。で、まあ、食事して、さて、なんかどっか目新しく、なんか面白そうなところないかなと。ね、キョロキョロしてましたところ、そう、先ほども言いましたが、看板がね、ありました。その看板にね、観光名所の看板に天然記念物のね、なんとか下郷瀬の大カズラと明記してありました。でもうね、その看板からもうすぐ200メートル先にありますよということで、今ね、後ろにこのボロ車止めてますけどね、ここに来たということです。でね、ちょっとね、そう、めちゃくちゃ大きいんですけどもね、そこまでちょっと車椅子、やっとここまでもう、ここまではね、車椅子上げましたけども、ちょっともうそばにまでね押していくことがちょっとできませんので、ちょっと母ちゃんここからでもね眺めることができますので、ちょっと眺めようって、うん、もうちょっと近くで皆さん見ていただきたいな。寒いな、はいはい、もう一度見てください、このね天然記念物ね、下郷瀬のおーカズラね、はい、ではね見に行きましょうね、この山道をね、じんわりじんわりと思って、もうカメラをね、上に上げたら、もうすぐカズラのね、姿が見えてしまいますので、ちょっとね、もったいぶらせてください。はい。もったいぶっていきますので。じゃちょっと母ちゃん見てくるよ。ねえ、はい。わあ、ここにまだちょっとした注意書きが、こう、木に隠れて、見えにくいから。ねえ。あ、でもこのカズラはね、内容によりますと、この古くから山神の神木としてね、崇められていたそうでございます。はい。で、まあ、保護されてきたものではありますが、昭和27年に国の、まあ、文化財保護委員会から天然記念物として、まあ、指定されましたということです。ね、まあ、保護を一層厳重にするようになっていますので、皆さんのご協力をお願いいたします。確かにもう天然記念物でございます。変ないたずらをしたらね、木が枯れたりしたらいけませんので、ね、こういったね、
大自然の恵み、そしてもう本当にご神木クラスですよね。はい、よいしょ。ね、本当に山の中、はい、母ちゃんここで待ってますね。ね、ここにも看板ございますけど、うわーすげえな。でもちょっと見て、ここ名器ほら、このね大カズラもう1000年を超えてますね。樹木高さが34メートル、そして株周りが 13.8メーター、枝周り 25メーターとね、これ半端ない大きさですね。いやーマジでめちゃくちゃ半端ない大きさ。うわーすげえ、すごいな。マジでか、マジマジでかいです。でもね、もったいぶってもね、橋もったいぶってもいけません。ちょっとね、じゃあ早速見てくださいよ。ほんと大きい。ちょっと枝の上の方からね失礼しましょうか。ちょっと曇り空で残念ですけどもね。はい、ずっといきますよ、下げていきますよ。ものすごいでかいから、でこのでかさ、はい、ここの下の株周りの大きさ見てね、え映像だけでね映してるとね、その大きさがね全く伝わらないと思いますので、はい、ここからは私カメラをね設置してね、もうちょっと分かりやすい角度からね撮影に挑みたいと思いますけどもね。いやおー大きいな、この大きさがどれほどの大きさかってでしょね。えこれ伝えますよ今からね。はい、ではね皆さん、もうほら手を横に広げたから、広げてもこの大きさ。めちゃくちゃ大きいの伝わってますか。メガちゃん、いやすごいでしょ。伝わりましたか大きさ、ね、えではちょっとね、さらにちょっとカメラをね手にして、近くでね、これ映していきますよ。よいしょ。目の部分なんかも、こんなに大きい、いやすごいな。ちょっとね、ぐるーっと回りました。ちょっとね、一度ね、この大カズラの周りぐるーっと回ります。このカメラ持ってね、よいしょ。いやすごい、よいしょ。いやーす大きい。もうね、サナも見てから根もねすごい張ってますので、うおよいしょ。裏側まで来ましたけども、すっごいでかいな。めちゃくちゃ大きいから、めちゃくちゃ大きいすねえ、よいしょ。すごい裏側まで、ねえ、いやすごいな。まあ、小さな川、小川が流れてますね。よいしょ、よいしょ。すごい、すごい。伝わりましたか、この大きさは。どうです？ちょっとねえ、よいしょ。ちょっと離れた位置からねえ。いやすげえな。このねカズラの横にね、ちょっとしたこの山水がね流れてきておりますけどもね、いや
この壮大な壮大なこの太さねえ、これをなかなか伝えるのが難しいですけどもねえ、いやー画面越しにね、いやーすごいね、すごいな、大きさがねどれほどのね大きさがあるかって、いやーすごいすごい大きい、よいしょ、いやーぐるーっとね、カメラだけでねちょっとぐるーっと一周しますよ。このね特にね大きいって言われてるのがこの根の部分ですけどもね、この大きさビビり上がるぐらいのねえ、いやーカズラの中で日本第2位のね太さを誇るというね樹齢千年の大カズラですけど、いやー大きいねー、めちゃくちゃ大きいね。今ねちょっとしたこのねカズラの周りに流ってくるこの遊歩道があります。遊歩道を通りながら今ね撮影いたしましたけどもね、いやーすごいなこれ、上葉っぱはね今枯れて、まあ、季節から多分落ちてるのでもなかろうかなと思いますが、いやーすごい、よいしょよいしょ、もうこれ遊歩道もここで終わりか、へえ、うわいいな、水のせせらぎ、ちょっとこれまたいいな聞こえます、水のねせせらぎ、いいよね、あいい音鳴ってますね、はい、ちっちゃな滝ですね、山水がね滴り落ちているというかね流れ落ちてますけども、いやいいな、静かな可愛らしいねお水のね音色が響き渡っておりまして、ただまあこれ雨降った時は結構な勢いの水が流れ落ちるのではなかろうかなとも思いますけどもね、いいよね、いやーいいなーね、すっガバーっといったこのね岩肌がここで大きな一枚岩でしょう、で上からねこのお水が滴り流れ落ちているという風なこのね風情のある風景ね、まあ、滝とまで言いませんこれも、ただね滝のようなって見せたらねねこんなとこに突っ立ってから私わざわざこれを撮影するためにね登っていきましたよこのねえよいしょよいしょ、ちょっと待ってね、足をね滑り落とさないようによいしょ気をつけておりますのでよいしょ、よいしょ、ねえ母ちゃんがどこ行ったんだろうって心配しますのでね、はい、でこのお水がずーっと流れ流れ流れね、ずっと流れて、そうあのね、はい、大木の横を流れ通過していくというね流れになっておりますけども、いやでもマジで何度見ても大きいな、めちゃくちゃ大きいし迫力あるし、これ見応えありますね、これ知らない方結構いらっしゃるかもしれませんけども、どうですかこの大きさをね、伝わったかな、伝わりましたかね、ね、なかなかねこの大木の大きさを伝えるってもちろんこの横に立たないとね伝わりませんけども、でもこれ実際見るとこの画面越しで見るよりね断然の大きさと迫力ねございますね、画面越しだとどうしてもねやっぱどうしても小さく映るという、横に立ったとしてもね、でもこれ本当実際見たらこの大きさと迫力凄まじくありますんでね、
よいしょ、はい、今走らます。はい、めへんね。よいしょ。はい。よいしょ。こっちでも後にして。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。やっぱり横に立ってみたらそうだったけどね、母ちゃん。母ちゃんが這い回ってますんで、ちょっとね。めちゃくちゃやっぱ大きかったね。めちゃくちゃ大きかった。やっぱ冷えるや。よし、はい。はい、じゃんじゃかじゃん終わろう。はい、じゃんじゃかじゃん終わろうと、母ちゃんがもう寒くてたまらんで、ね、もうほんと。凍え死にそうや。はい、それはもう終わろうかね、もちもちね。はい、じゃあ、皆様見ていただきましたか。天然記念物ね、下郷瀬の大ガズラ。ね、こちらの佐賀県佐賀市藤町の山奥にございます。もしね、一度、こちら見学に行きたいな、観光に行きたいなと思っていただけたら、なるべくならこうナビを使ってこちらまで足を運んでいただけたらなと思います。入ったらすぐだけどやっぱちょっとナビ使わんとちょっと分かりづらいかもしれませんので、 その時は ね、なるべくこう迷わないように、まあ、すんなりとな、こちらにね足を運んでいただけるように、ね、皆さんナビをどうぞご利用いただけますように。はい、よろしければいいねグッドボタンを押していただければと思います。そしてねチャンネル登録お待ちしております。寒い、はい、寒い寒い、はい、ではね絶好調のアラッキーと、はい、母ちゃん絶好調の母ちゃんです。はい、では皆さんまたね、はい、寒いな、はい